かしら背景があるのかとか、いろいろ考えとか、他の国で過ごすってどういうことなのかと思われてね。で、とにかくアラビーさん、はい、ちょっとお昼には早かったので城山公園に寄ってみました。まあ、今日はですね、天気も良くて、まあ、駐車場もいっぱい車いたんですけれども、ここも実は立山でおすすめなスポットです。桜が咲く季節でしたら、もう桜はすごく綺麗ですし、またここの、あの城山公園にですね、なんとビンゴバーガー様もいます。ですので、たくさんですね、遊んでハンバーガー食べるのもすごくおすすめですね。そうですね、今回どうしてもお昼に食べたかったところ、荒川食堂様になります。荒川食堂様、もう何が美味しいかって全部美味しいと思うんですけれども、私がおすすめしたいのはこのオムライスです。はい、オムライスが来ました。いかがでしょうか。もうこの見た目だけですごく素敵です。なんとも言えません。そしてこのスープも非常に好きです。いただきます。美味しかったな。いや、めちゃくちゃうまかった。やっぱ荒川食堂さんのオムライスは、なんだろう、玉ねぎの歯ごたえといい、ね、鶏の肉の入り方といい、ケチャップの量といい、すげえ抜群にうまいな。最高、むちゃくちゃうまかったな。やっぱりあー満足。
ポークソテーもうまいんだよな。あ、よかった、近くになくて。絶対に